スタンピンップジャパン公認デモンストレーターのウェラードさとみです今回の「フライデーファ a m ス製品ご紹介ビデオでご紹介するのはじゃじゃーんこちらのですねとってもびっくりはい オーネートガーデンスイートの徹底解説ご紹介でございます、えー。オーネートガーデンスイートというのはですね、実は2020年の6月3日から新しくスタートする、まあえー、スタンピングアップの新しい年間カタログですね。2020年、2010えー、2021年までの1年間の、えっと、 新しいカタログの中に入ってくるものなんですが、なので本来はですね、これ6月3日、今年の2020年6月3日から新発売になるものなんですが、前倒しでなんと2ヶ月も前倒し、4月1日から5月の31日の2ヶ月ですね、前倒しで1 一般の皆さんにもデモンストレーターだけじゃなくてですね、一般の皆さんにも先行してこちらが、えっと、購入していただけるようになったんですね。なので、後ほどこれをですね、あの、見ていただいている方、えっと、 こちら、えー、来週の今の時点だと来週のって感じになるんですけれども、えー、2020年4月1日から販売開始となりますで一般先行販売が5月31日ということなのでその後ですね数日間一旦販売が中止になりますそして6月3日の、えー、新しい年間カタログが はい、スタートすると同時にまたこれ戻ってくるんですけれども、どうせなら6月まで待てないということで、もう4月1日から早くゲットしたいという方もいらっしゃると思いますよね。なので、4月1日になるとオンラインストアに出てくるんですけれども、それまでに内容を徹底して でえ、ご紹介いたしましてえ、心の準備をしていただきたいと思いますえ。またですね、実際に販売開始してからもですねえ、このスイートはこんな感じだよということをこの動画で、えっと、あらかじめ確認していただくと、えっと、お買い物する前にですね、あんな感じになってるんだということが分かっていいんじゃないかなと思います。はい、ということで、メガスイートということなので、 メガというのはいつもですねコーディネートしているスタンプセットまあ台もあるのでバンドルがこれが1つのスイートに2つ入っているものをメガスイートと呼んでいるんですね結構最近の,あの新しく始まったちょっとでかいタイプのスイートなんですけれどもはいオーネートガーデンもそれとご多分に漏れずメガスイートでございますということで中身もりもりなので一つ一つねご紹介していきたいと思います まずはデザイナーシリーズペーパーからご紹介していきます。 いきたいと思います。え、後ほどですね、あのメインのスタンプとか台については詳しくご紹介しますけれども、先にちょっとエンベレーシメといきますね。はい、リボンがですね、これ2個で1パックになっています。テラコッタタイルとオールドオリーブのえっとリボンなんですけれども、とって でもこれ結びやすいです既にですねブログの方でスニークピークトークでご紹介したはいこちらのカードに使ってるんですけどあの柔らかくってねそれでいてそんなにあの太くないので結びやすいしちょこちょこっとリボンとして使ってもいいしえっとこんな風にですねはいここにも使いましたリボン結びをしてえっと これ実はね、これで見るとなんか細さが違う感じがするんですけど、同じです。これなんです。こんな感じ。で、これは、これ。同じ細さ,太さなんですけれども、 はい、同じ太さなんですけれども、なんかこうやって引っ張ったりとかキュッとこんな風にね、あのこれ結んでるうちにキュッとこういう風にしちゃったので、なんかちょっと細い感じに見えますけどね、同じ太さでございます。<に>このキラキラここでも使ってますけれども、ギルディットジェムということで1パックにですね。もうね、あの使ってるんでちょっと減ってるんですけれども、<laughs> はい。 こパックに、えっと、3つのサイズが入っています。こういうふうにすると分かりますよね。大、中、小。ということで、もりもり入っています。えっとね、なんていうんでしょうえ。ダイヤモンドみたいなこう加工というんですか、カットというか。で、それで全体的にゴールドということで、このカードに使用しているのは、はい、全サイズ。大中 ショート全サイズ使っておりますえそしてこのカードにはですねさらにはいエンボスフォルダ 3D なんですけれどもエンボスフォルダーも使っていますこんなふうにものすごく細かく 3D エンボスフォルダーなので通常のエンボスフォルダーよりも凹凸がはっきりしてくるんですよね他にはこのえっとセットではないんですけれども、えっと こちら、えー、フォエバーブロッサムのスタンプセットの、まあ、バックグラウンドとしてこれも使ってみました。ちっちゃいお花なのでこれデザイナーシリーズペーパーでいくとこのパターンですよね。これと同じパターンなんですが ちっちゃいので他のですねいろんなお花スタンプとも組み合わせがしやすいなっていうふうに思いましたよ、はい、お次はですねいよいよお楽しみのスタンプセットとダ,イダブルバンンドルでございますスタンプセット2つあってオーネートスタイルそしてオーネートサンクスオーネートっていうのは飾りっていう意味なんですよねつまり飾り飾あの デコ,レティブなデコレーション満載のっていう意味なんですけれども、えー、オーネートスタイルとコーディネートしている台ははいこちらもオーネート見てくださいこれ台でぐしゃぐしゃって見るよりも、えー、オーネートレイヤーということなのではい 重ね重ねにカットしてこんな風にねあのパネル、えっと、ができるんですけれども一番大きいものは、はい、こんな風に通常の A4 カードのほぼ一面を埋めるぐらいのサイズとなっていますオーネットスタイルの方は、はい、スタンプはクリングラバーとなっていて でえこんな風にアウトラインのスタンプなのでとりあえず、ですね一番最初に作ったのはえブレンスで着色をしたこのタイプなんですけれどもオーネートレイヤーのこの一番大きいフレームって本当に便利ですよね、ボンとカットして、はい、このスタンプをポンと押してあとあのブレンスで色塗りヒュうにひゅっとしたらもうこんな風に可愛いのできちゃいました、すごく簡単でした。えこれ 先ほどご紹介しましたけれども、ニュートラルはウィスパーホワイトなんですよということでデザイナーシリーズペーパーに書いてるんですが、実は私これベリーバニラ使ってるんですね。で、これほら先ほどご紹介してデザイナーシリーズペーパーも入ってるんですけど、ベリーバニラでもいけますよね。大丈夫ですよね。なんかあの、抑えられた感じのミュートな感じのあの、 色調なのでウスパーホワイトのパキッとしたホワイトじゃなくてもベリーバニラとも合うなということがねよくわかりましたこんな感じのスタンプセットですえー、っとスタンプのね押した見本はねここにあ今お見せしてましたねはいこんな感じでございますこれがえっとバンドルになっているんですねちなみにこちらのあのえっと 台のえこんなに細かいのでそれをすっきりカットする方法というのはすでに別の動画でえこの細かい台のカットの上手なカットの仕方というのをご紹介してますのでえそちらもご覧くださいリンクはですねこのえ動画のの方にもつなげておきますこの台の特徴として面白いのは私これ一緒に使ってるんですけども 基本的にです、ね、レイヤーということでラベル台なんですね。なので中を、ね、くり抜くという形ではなくてこれはこれで1個カットすると,、まあこの緑えっとこの緑のタイプの部分になってでこれはこれで1個カットすると周りがこうなって中は抜かないというタイプになっているんですね。はい、こんな感じで。で 長細いのもありますこれがこの長方形の部分なんですねそれ以外にスティッチがつくものがこんなふうにスティッチあスティッチがこっちでしたはいこれですスティッチのレクタングルになるものとそれからなんて言うんでしょうこれドットスカロップ穴も開いてるしっていうあの縁取りがつくえっと長方形の台があるんですねで特にこちらのスティッチの方は もう一個ですね。はい。こんな風にレースみたいに穴が開くボーダーの台があって、これをこういう風に一緒に台カットしていくと、中がこうなるんですよ。レクタングルだけ使っていく場合は、はい、こちらのスタンプをしたラベル、こんな風に普通にスタンプをするラベルとして使っていくことができるんですね。同じように、はい、この、えっと、 とってもデコラテブルなこっちの部分ですねこれも中に埋め込むのとちょうどいいサイズのえスなんて言うんですかねこういう台ね透けさせる台 <laughs> が付いているのでこんな風に一緒に組み合わせてえ使うととっても素敵です、はい、こちらがオーネットスタイルバンドルでしたもう一つですね え、こちらはセンチメントの専門スタンプになってるんですが、オーネットサンクス台。こちらは、はい、とっても便利なセンチメントなので、あの、フォトポリマーが嬉しい。はい。 どこに押すすかぴったし分かりますもんね、フォトポリマースタンプの方はねなので細かい部分までくっきり押したいようなイメージはえラバースタンプだってほらこんな細かいですよこれすごいちっちゃい点々まで入ってるしえこんなのはラバースタンプがきっちりはっきりイメージを出せる特徴があるのでラバースタンプで作ってやって。 でセンチメントみたいにどこに押すかピンポイントで分かりたいっていうものに関してはフォトポリマーということでそれぞれのちょ特徴をです、ね、生かした形でスタンプのデザインがされているわけなんですね。はいえこのサンクスとか s o グレイトフルとかあるんですけれどもこれいっぱい組み合わせて使えるんですねとかね。 Thank all you from all of us とかこの組み合わせに関してもまた特集でですね、これとこれを組み合わせるといいよっていうのねブログで後ほど出していきますので楽しみにしていてください。こちらとですね、コーディネートしているのが、はい、コーネートボーダー台。これもすごーい。と でも、細かいボーダー、可愛すぎる。ということで、こんな形で使っていただくといいんですけれども、えっと、実はですね、この後、ちょっとね、このボーダー台に注目して細かくご説明してみたいと思います。というのは、このボーダー台は、あの、ほら、 これ一つのボーダー台でなんかここがつながってるのとつながってないのとかあったりするんですねなのでそのあたりのですね上手な使い方っていうのをねご紹介していきたいと思います。でえっと、その前にですね大雑把のことを言いますとはい、こちらの台です、ね えっと、ボーダー台はカットするとこんな風な部分と、はい、こんな風にボーダーになるものとカットすることができますこれは単独でこんな風にあにくっきりカットできちゃうんですがこちらもですねボーダーということで反対側カットせずに、えっと、一方だけカットするっていうタイプの台となりますで、えっと台のね、このボーダー台が今までの台と違ってあの長いんですよ実を言うと。 ほら、えっとね、6インチあって通常のカードってこのサイズなんですけれどもただ長いんですけどもこういうふうにやっていくとお分かりのようにちゃんと通常カードに全部収まりますでもなんか余分にぴょっとね足がついてるのがあるんですよねこれもそうだしこれもそうですそののの、りをね、この後の、えっと 大のことでご紹介していきますがそれ以外こちらはですねはいえっと こんな形で通常の、えっと、カードの表面をきっちり埋めるだけちゃんとボーダーがあるので端っこで止まっちゃうからもう一回ちょっとだけちょろっとここを大カットなんていうことをしなくてもよくて1回カットしたらここにポーンとつけて飾れるっていうタイプの長さとなっていますさらにこちらに関してはじゃ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 このダブルス,イスティッチみたいにこれですね なっているものはいもうね実は長いんですよ通常のカット、えっと、よりもすごく嬉しいなんでかっていうとこれね台の方が長いってことは長くカットできたらそれをこのカードの表紙に貼って で余った分をカットすればいいからねギリギリだとなんかちょっとずれたりするとこういう特にボーダーのねこういうのあ足りないちょっとだけ足りないってことになったりするじゃないですかでも長いから大は小を兼ねます長いものをカットそのサイズにして短くカットするのは簡単ですということでこちらもはい通常カードよりもちょっと長くって6インチだったかなだったかなってえさっき測ったんですけど忘れちゃったもう一回測ってみよう 6イ,ンチはい、あ6インチより長い6.6と2分の1インチ。えっとセンチでいくと。 まあ、センチで別に知らなくてもあんまり関係ないかもしれませんけれどもはい16.2センチとかぐらいありますよね、まあ、要は、えっと、通常カードのこの長い方が 14. 約85なのでそれよりも長いですよということですはいということで前置き長くなってますけれども <laughs> こちらの台の、えっと、使い方のコツご紹介に移りたいと思います はいまずは向かって左側の台のえカットの仕方をご紹介したいと思いますこちらボーダー台となっているのでえ上下にですね先ほどなんか長いあのピョンピョンって端っこの部分ありましたよねあれをですねうまく使うと とカードの端からま、えー、っすぐにですね曲がらずにボーダー台カットすることができるんですね。えー、準備としてまずえー、カードの端から1センチのところに線を引いておいてください。はいこんな感じです。えー、この1センチの線にはい上下に飛び出ている棒みたいなところを合わせていきます。えー、そしてですねワシテープなんかでこんな風に固定していただいて。 でダイカットマシンに通していくんですねダイカットマシンにはちょっとこんな風に斜めに入るように設置して入れていきますよえそしてですねダイカット1回通したらくるっとはいこのサンドイッチしたままですねずらさないようにくるっとひっくり返してもう1回通すとくっきりはっきりカットすることができるんですね 続いてこちらの台も同じ要領ですえ。端から1センチのところに線を引いて、その線に合わせるようにこのと上下のですね、棒を合わせております。そして1回通したらくるっとひっくり返して、はい、そうするとこんな風にくっきりはっきりえボーダーがまっすぐカットすることができるんですね。次にご紹介するのが、えこのボーダー台をですね、レースみたいに、 と単独で独立してカットする方法をご紹介したいと思いますえ、2つの台をコンビネーションで使っていきます。え、このレースみたいなボーダー台と、そしてはい、こちらの台を組み合わせていくんですねえ。まず、最初にこのえっと何て言うんでしょう。枠みたいな台これをですね。あの。 先にカットしていきますえ切り離してしまうのでカードの、ま、端っこでカットしなくても大丈夫なんですけれども、えっと、こんな感じでまず最初にカットしておきますそうするとですねこれ切り込みができる形になって、えっと、両側はえカットしてないんですねこれ長さは通常のカードストックの表面と同じ、えっと、通常カードの表面と同じなので1 4 8 5ンチでカットしています。 えそこからえ枠台をするとこんな風に両端が繋がったままでこの繋がったままというのが実はポイントなんですカットしない方がいいんですねはい、その繋がったままのところに先ほどのレースみたいなボーダー台えカットの形に合わせてはいえ、ちゃんと端っこがはいこの両端がですねきっちりはみ出てないか台の部分がペーパーよりもはみ出てないかっていうのをし しっかり確認ししまますすすっかり合わせますここがとてもポイントですえ特に上下の角っこの部分ですね、はいこの葉っぱの部分、ここがしっかり揃っていないと余分なところをカットしてしまうことになるので、えっと今、あのアップで自分で見ているので、カメラからちょっとえ画面から出ちゃってて申し訳ないんですが、はい、ここです。ここのの角のところしっかり はい、えー、はまっているよということを今確認中ですねなのでここはですねちょっと慎重にやっていただきたいと思います OK となったらはい和紙テープで必ず固定してくださいこれも固定しないと絶対にずれてしまうんですねずれると本当に繊細な枠なのであのブチブチって切れてしまうのでここは、えー、いつもちょこちょいなウェラードですけどもすごくせんあの慎重に合わせてみました で繊細カットなんですけども今回はフリップせずにまっすぐなカッティングプレートだったらだいたい12回往復すればきちんとカットでき,るできますので、えっと、フリップせずにいきましたつまりなるべく動かしてずらさないということがポイントなんですね。そうしますとと、はい、ご覧の通りとっても細い 枠なんですけれども先ほどボーダーで端っこがつながってたものが単独のレースみたいなレースのリボンみたいなダイカットに仕上がるんですねこちらの膨大台,台ですねこんな風にきっちりまっすぐカットできてカード表面にポーンと貼ったら素敵なボーダー、えー、とダイカットのデザインのカードが出来上がり。 簡単に、はい、こんな感じです。もうすぐにゴージャスカードできちゃいますね。でそこそして、ここにスタンプをポンと、この大きなお花のブーケのスタンプをポンと押したら、もう出来上がりですね。もうお茶のの子さいさいいなに ちょっと見た感じでわかると思うんですけれどもバンドルにはなっているんですがえ例えばこれまでのバンドルと、えっと、のスタンプと台のバンドルみたいに例えばスタンプのイメージをそのままくり抜く台が入っているので絶対に米で買わないと使えないよっていう制限が全くなーし というバンドルなんですね。ということはもちろん両方いっぺんに欲しいからっていう方にとってはバンドルで10%割引が効くしそうじゃなくって中には私オーネートサンクスは気に入ってるんだけどお花スタップは他にはあるからこっちのラベルだけでいいわっていう方これとこれを単独で購入することができますしまた逆にね えっと、ラベルはいいですでもボーダーとこのサンクスとオーネートのこっちが欲しいですっていう方にとっては、はい、こちらをバンドルで10%割引でこれは単独っていうことであのバンドルだから必ず、えっと、一緒に買わないと台が楽しめないよっていうものではない。 それれがね私すすごくこれ気に入っていますつまりより皆さんがあの今お手持ちのものだったりあのすでにねお好みに合わせ皆さんのお好みに合わせていろいろミックスマッチしてこれを自由に組み合わせて、えっと、欲しいものだけゲットしていただけるっていう融通性がねこの,あのメガバンドルとってもいいなぁと思いました。 はい、以上がです、ね、このメガバンドルオーネットガーデンスイートの徹底解説だったんですけれども最後にですねこちらのオーネットサンクスオーネットスタイルバンドルはですね 6月のオンラインクラスの指定プロダクトなんですけれどもなんとメガバンドルにえふ,さわしふさわしいメガオンラインクラスをご用意しております。これですね、なんと80以上のプロジェクトが詰まっ 作り方シートのオンラインクラスなんですけれども海外のデモンストレーターさんとコラボでですねその80今のところ85って聞いてますけれどもその中の1つは私が作ったものなんですがそのメガチュートリアルバンドルをですね6月にバンドル購入していただいた方に受講していただけるんですが4月5月にこちらの 製品ででですすすねねバンドルでなくても良かったりするんです、ね、先行オーダーしていただいた方は前倒してそのチュートリアルをゲットしていただけますしさらに6月に入ってからですね追加のボーナスプロジェクトもついてきます。 このバンドルのクラスはですね6月にこの製品を購入していただいてもいいんですが6月以降に購入される方はバンドルで購入した場合のみでしかメガバンドルのチュートリアルはついてきませんさらにボーナスプロジェクトとして別にご用意しているものはついてこないんですね。 では、6月にこちらのバンドルやスイートの製品を購入しないでお好きなものをいつもの通り5000円以上購入した場合はどうなるかその場合はですね6月のボーナスプロジェクトとして追加で用意しているものだけの受講となります。つまりバンドルを購入してもしなくても。 メガバンドルチュートリアルボーナスプロジェクトが全部両方ついてきちゃうのは4月1日から5月31日までに購入した方だけの特典となるんですね。 ですがもう一つ、えっと、この同じ特典を受けられるのは私がサポートしてデモンストレーター登録をされたシスルスのメンバーの方は私のオンラインクラスはすべて受講し放題なので。えっと この機会にです、ね、ぜひ、えっと、デモンストレーター登録を、ね、お考えいただいてもいいんじゃないでしょうか、えっと、割引でお買い物をしながらカードメイキングのスキルも私のオンラインクラス過去のものからすべて受講し放題という形でカードメイキングのスキルも同時に、えっと、向上させていただけるので。 でもお得だと思いますねなのでぜひこの機会にねデモンストレーター登録も考えてみてくださいその,、えー、その他詳しい情報はブログの方でご確認ください。Thanks for watching! ハッピークラフティング